前半はダラダラでほんとしんどい展開でした。2000ゲームからは一気に出玉更新とはいかなかったですが、徐々にグラフが上がっていく展開でした。この代のその後はこんな感じです。だいたい4000ゲーム超えたくらいからしんどい展開になることが多い気がします。やめた後1000回転くらいしか回されてないんで、数日ったらどうなったかまではわかんないですが、とりあえず最高の闇時っていうことにしときます。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。